これ、なんか、ハタンポ巨大版みたいな、目ん玉でっかいよ。ね、ほら、目ん玉でっかい。なんか本当に、ハタンポよりかはちょっと、こう、形が違うね。ハタンポはなんかもっとこの辺の形がなんか変な格好してるよね。でもなんか、顔とか似てるよ。ちょっとブラックバスみたいでもあるし、ね、目がでっかい。深海魚。これ、タチウオの二本針。二本針して、タチウオを釣ろうとしたら、こいつが連れてきて、仕掛けをぐちゃぐちゃーに仕上がった。その時の動画はね、メインの方の動画で紹介してますので、そっちをちょっと見てください。でな、せっかく釣れたんだからこれ。ほいで、この魚ね、シロムツ。ね、中深場釣りでこれを専門に狙うこともあるんだって。っていうことはさ、結構美味しい魚なんだね、きっとね。そうだよね。だって専門に狙うこともあるっていうぐらいだから、中深場の釣りで。ね、で、大きさはっていうと、このぐらいが最大サイズだって。な、そう言ってたな。で、これね、どのぐらいの大きさっていうと、ほら、こう、メジャー当てると、24センチ。こっちだって、こう、メジャー当てると、まあ、21とか、そんなもんだね。でも、そのぐらいの大きさだから、これがもう、アベレージサイズっていうか、最大の大きさらしいですよ。ならば、今回はだな、これ、ね、これ、食べてみようと。ね、美味しい魚なら。で、何にしようかなって思ったんだけど、あまり手の込んだものもね、ちょっとなって感じなんで、今回はね、これね、2匹とも干物にして食べてみることにします。それでは、まずは、こう、鱗をね、落とすと。鱗、おお、鱗もほら、なんかさ、ハタンポの鱗みたい。なんか限りなくこの辺がハタンポに似てるっていうか、身も柔らかいのかな、これ。なんか、本当にハタンポをでかくしたって感じだよ。こんな感じでね、鱗取り去りました。2匹とも鱗取り去りました。そしたら、これ開きにして干物にするんだけど、どうしようね。腹開きにする？で、頭つけたまま腹開きにして。頭つけたままこう腹開きにするならだな、頭を割るのはこの、まず調理バサミでね、この下側から切っちゃったらいいんじゃないかな、こういうね。なんかここにトゲがついてる。外向きに、この顎のとこに。なんかすごいよ、こいつ。こういうふうにさ、こういうふうに、まず、頭のここを切っちゃって、それで、お腹の方に、この辺をこう、切り進めていって、こうね、お尻まで、お尻の穴まで、して、お腹の中をちょっと開ければ、内臓が取れるかな？ね、開いてて、ほら、こういうふうに、ほら、内臓入って、もちろん内臓が入ってますよ。ね、卵も入ってる、卵。産卵期なんだ、今は。で、このどうせだから、ここまで来たら、このエラも取ってしまう。こんな感じ。うわ、捨てちゃうと。そしたら、まあ、お腹の中は、流水でまず最初にきれいに洗いますか。こんな感じでね、お腹の中、きれいにしました。そしたら、これ、こう、割ればいいんだよね。割れば。まず、頭は、こっから、まあ。こんな感じでどうでしょう。ほら、ね、なんとなく紐のようにさばけたように思いますけど、これほらね、結構まあまあ、まあまあの大きさになった。ほら、まあまあの大きさに。だからこれを
あとは海水程度の塩水に適宜つけてから天日干しすりゃいいんじゃないのかな。これ焼けました。これ白むつ、まあ、通称だけどね、白むつっていうのはね、なんかそうらしいんですよね。で、あの本当の名前、標準和名は大目旗っていうんだって。あのむつとはね、かなりね近くないらしいですよ、この種類がね。でもまあ深海にいる魚で、まあむつみたいな、っていうかむつとは形も全然違うけどね。あの黒むつとかむつは細長いもんね。こっちはなんかさ、ちょっと丸っこくて体高が高くて、なんとなくハタンポみたいだったよね、巨大ハタンポね。でも美味しいらしいですよ、中深場の釣りで狙うこともあると。そういう魚らしい。まあたまたまね釣れたんだけどね、本当に予期せず釣れましたよ。予期せずして、それも2匹も2連で持ってね、あのタチウオの仕掛け2連で釣るやつはまずいねえよって感じだけど、その2連にかかってきたね。やめろってことだな、ね、2連の仕掛けはダメだと、そういうことなんだけど、まあいいや、ね、とにかく食ってみましょうね。これね、ちょっと焼きたてだよ、ね、ほかほかと出てんでしょ、ほら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 、熱そう、ね、美味しい魚だってことだよ。なんか深海魚だからな、一応な、深海魚、ほらほら、白身でポロッと、ね、これ、じゃ塩味ついてんだよね、これね。伊豆大島の海の精、あれを振って焼いてるんでね、干物にするときにね。じゃあこれな、いきます、いきます、いきます。うん、確かに美味しい。うん、程よい脂、うん、美味しい。なんか、あ、なんかね、これもね、じわじわっと旨味が来るな。なかなか美味しいよこれ。おお、そっか、美味しい。でもね、これ釣った時ね、周りの人たちもね、パタパタパタっとこれ釣れたんだよね。うん、で、みんな捨ててたね。なんか、みんなポイ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 捨ててたよ。でも、私はなんかこれうまそうだからって一応キープして、後から聞いたら、ね、お目当ただって分かったの。で、美味しい魚だよって。でも船長もなんか嘆いてたような気がしたな。みんな捨てちゃうんだよとか言って言います。でも、美味しいよ、ほら。うん。まあまあ、タチウオ釣りだからね、下道だからさ、そうなんだけど、まとまって釣れないだろうし、ね、うん、釣ろうと思っても。私も2連でこれが釣れたからまた釣れるかなと思ったらもう釣れなかった。だから群れが、たまたま濃い群れがいて、それがもうその群れはどっか行っちゃったっていうか、まあ、船が移動しちゃったのかもしれないな。うん、そうなのかもしれないけど、うん、でもこれ専門に狙う船もあるっていうかね、だから釣り方が違うんだろうけどさ、うん、ね、うん、美味しい魚で初めて釣ったけど、いいもん釣ったなって感じ、いきます。うん、まあまあまあ、うん、タッチよね、難しかったね、うん、渋かった、うん、渋いっていうか当たりはいっぱいあるんだけどね、かけるのが難しい。これちょっと反対にしてみるか、こうなんてね、反対が目がでかいんだよな、これな、ほら、ああほらほらほら、これがそっち行っちゃったけど、ちょっとこうしてさ、今度はそれじゃね、これ表側の皮側を見せてあげる。このパチンコ玉、こうしてこういう形ね、ほらね、ほらほらほら、ね、でこれなんか、うん、これは大目旗だけど、もう一ついるんだよね、似たようなやつがね。どっちも同じに白むつって言われるらしいけど、これはね大目旗だね。ここ見るとわかるんだって、ここ見ると、ここの形とか長さとかそういうの見ると、これはね大目旗でした。うん、美味しいね、美味しいねって言ってももうね、タチウオ釣りでまたもしかしたら釣れるのかもしれないけど、これ釣れたのはね170メーターぐらいのとこだったかな、確か。船長の指示棚の一番下のとこでもって、じーっと上に誘わないで、そのまましばらく置いといたら、なんかモサモサって何かがかかってんなと思って、でさらにまた置いといたら、なんかやっぱりかかってんなと思って、一応上げてみようって上げたら、これがかかってて、ぐるぐる巻きに2本針がもうぐちゃぐちゃに天秤にくっついてた、うん、ずーっと釣れた状態で泳いでたんだこいつ、うん、タチウオの群れの一番下、もっと下の方にいたんだな、きっと。うん、そこ、それが釣れた時には、もう周りの人も一匹とか、こっちでも一匹、あっちでも一匹って釣れてたよ。うん、美味しいね、これ。骨どうなんだ、硬いのかな。うん、骨はね、硬い。硬い。うん、やっぱり、なんか骨は硬い。うん、骨の音は食えない。うん、でも、うまい。これで、大根おろしも用意したんで、今回ね。大根おろし、こう、いっぱい取ってくっつけて。それで食えば。美味しいかもしれない。2匹も釣れたからな。こっちはね、でっかい方。で、この白むつっていうのはね、この大目旗ね。このぐらいの大きさが最大サイズなんだってね。もうこれ以上は大きくならないらしいよ。で、俺一番大きいの釣ったって、そんな感じなのかなって気がする。うん。うまい。うん。うまい。大根おろし、この干物にくっつけて食うの。美味しいね。
美味しい美味しい、うん、ちょっとな、これな、お酒タイムに行きますか。お酒は、ほら、赤井さん、タチウオね、あのメインのタチウオ釣った料理の時に飲んだやつ、いただき物まだ半分残ってるね。これだけはこれで、今日はね、東京ね、私が住む東京は春一番が吹きましたよ。ついに春一番が、あったかかったよ。だから20度ぐらいあったんじゃないかな、うん、ああ、うまっ。うまいな。うまい。うん、20度ぐらい。ね。でも、春一番が吹く日は、あの、釣り船は出ないから。まあ、漁船も出ないしね。あれ、恐ろしい風なんだもんね。春一番。で、春二番、春三番っていうのもあるらしいよ。あんまり、現代は言わないけど。ね。漁師さんの間では今でも、そういうのがあるのかもしれないけど。うん。そう。とにかく、船が難破する恐ろしい風。今日は釣り船確か出てなかったの予報が、春一番吹く予報だったからね。うん、うん、まあこれ目がすごいね、うん、このパチンコ玉っていうか、なんていうか、ガン肉、ガン肉、これガン肉いきます。うん、干物でもうまいよ、うんうん、生の焼き魚だとここは美味しいけどね、干物も美味しい、うん、なんかすごいよこれ、ほら何これ、黄色いグミみたいにブルブルンと、これここなんだこれ、お前くっついてるな、ああ取れた、これこれほら、これこれ、うわそうなんだこれ、ブドウみたいで、ブドウ、ブドウみたい、いきます。うん、なんだね、うん、眼、なんだね、ま眼球はこれだもんな、なんだ水晶体はこれだよな、水晶体じゃないよね、その周りの何かだね、なんか、うん、すごいものが入ってる。でも深海魚だけあって目がでかいね。うん、まあまあ、うん、まあ、まあそんなことでな、うん、今日もなんか2つ、それも、うん、これじゃなかったらな、大目旗じゃなかったらこの別の方にサブチャンネルで動画しなかったんだけどね、うん、初めて釣ったしさ、うん、でもやってみようかなと思って。ね、二つになっちゃった。美味しいや、でも。あの、大サバね、あとね、釣れた。マサバだったよ。うん。マサバはね、しめサバにした。まあ、あれはもうな、別に、こっちでもって紹介するようなもんじゃない。ないからな。うん、別に、いつでも、いろんな他の釣りでも釣れるしさ。珍しいのが釣れた時はね、なんとなく料理も自慢してみたいなと思っちゃうから、ね、それでこうなっちゃったんだけど。うん、まあ、まあ、まあ、うん、だいぶ、うん、バラバラになったな。この、目ん玉をな、またここに戻して、で、今回の動画は、終了にしましょう。うん。うん、また釣れるといいな。でも、これと一緒に、釣る、なんて言うんだろう、ライト深場っていうの？中深場っていうか、ライト深場とか、まあ、釣り船屋によって、名前は違うんだろうけど、ね、それでは、キメも釣れるんだよね。うん、ちっちゃい金目をなんか釣るっていう。それとこれが一緒に釣れるようなこと。まあそんなようなことはね、ホームページにね、書いてあったよ。うん、書いてあった。だから、金目が釣れたらよかったのよね。これじゃなくてさ、おめはだじゃなくて、金目だったらもっとすごい嬉しかったんだけどね、もうね、シャンシャンモードでもって俺、自慢しちゃうよ。ね。うん、ああ、おやまた動画終わるとか言って酒飲んで。終わんなくなっちゃったよ。あ、でもさ、もう終わるからね。ということでね、また次回。なんか珍しい魚が釣れて、ね、そのメイン動画の方では、ちょっとこれはもう紹介できねえなっていう時には、こっちのサブチャンネルの方で紹介しますので、その時にまた会いましょう。それでは皆さん、ごきげんよう。